いや、ちょっと前回と違った緊張感で、今回はちょっと楽しい、楽しいというか希望のあふれた、最後にふさわしい曲になったので、すごい楽しかったです。ありがとうございました。私は、ね、基本的にバラードとアップテンポどっちも得意とするシンガーでやってますので、どっちも得意です。はい、令和の歌姫になることを目標にしてます。今、目指してるのが、大阪城ホール、を満員にするっていうのが今の目標で、あとはホールツアー、そしてメディアにたくさん出て本当に歌姫として認められる、存在になれたらなと思います。